ポンセカ湾は中央アメリカにある太平洋に面した湾。エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグアの3カ国にまたがっている。ポンセカ湾の面積は約3200平方キロメートルであり、海岸線は261キロメートルである。海岸線のうち185キロメートルはホンジュラス、40キロメートルはニカラグア、29キロメートルはエルサルバドルである。 ポンセカ湾の周辺には多くの火山がある。ポンセカ湾周辺は典型的な熱帯気候、亜熱帯気候であり、雨季と寒季がはっきりしている。5月から11月が雨季であり、年降水量の80%、近い1400ミ、mm、リメートルから1600ミ、mm、リメートルがこの時期に降る。12月から翌年5月が寒季であり、年間上発率は2800ミ、mm、リメートルに達する。 ポンセカ湾に流入する水が減少するために、海水の逆流が起こりやすくなり、川口の塩分濃度が上昇して、季節的な干ばつが発生する。ポンセカ湾周辺の都市平均気温は、摂氏25度から30度である。3月と4月が最も気温が高く、11月と12月が最も気温が低い。相対湿度は場所によるが65%から86%の、 間で推移する。内陸部の平均気温は摂氏26度であり、ポンセカ湾よりもやや低くなる。ポンセカ湾の寒満差は平均して2.3メートルである。干潮時にはにニ、巻貝、その他の種が顔を出す。満潮時にはマングローブ林が魚やエビなどの種を捕食者から守る。国境論争の舞台となったエルティグレ島1522年、ポンセカ湾は、 スペイン人コンキスタドールのヒルゴンサレス・アビラによって発見され、彼の守護聖人であるフアンド・ロドリゲス・デ・フォンセカの名前が付けられた。1849年、アメリカ人工科学者のイージー・スクワイアーは、アメリカ合衆国がカリブ海からフォンセカ湾までホンジュラスを横断する運河を建設するために交渉した。中央アメリカを統括していたイギリス人領事のフレデリック・チャットフィールドは、 ホンジュラスにおけるアメリカ合衆国の存在が、モスキート海岸を不安定化させることを恐れ、ポンセカ湾の入り口にあるエルティグレ島を占領するために艦隊を送った。ポンセカ湾に面するホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグアの3カ国は、ポンセカ湾自体と湾岸にある当初の権利をめぐって、長らく論争を繰り広げてきた。1917年、中央アメリカ司法裁判所は、 ポンセカ事件と呼ばれる裁判の判決を下した。この事件はエルサルバドルとニカラグアの間で起こった論争であり、ニカラグアはアメリカ合衆国と結んだブライアンチャモーロ条約に基づいて、ポンセカ湾岸の一部を海軍基地の建設のためにアメリカ合衆国に提供したが、エルサルバドルはこれがポンセカ湾の共同保有権に違反していると主張した。中央アメリカ司法裁判所は、 エルサルバドルよりの判決を下したが、アメリカ合衆国は裁判所の決定を無視した。1992年、国際司法裁判所は、フォンセカ湾の土地、島、海洋上の国境を決定し、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグアが、フォンセカ湾の支配権を共有するとした。エルサルバドルには、メアンゲーラ島とメアンゲリータ島が与えられ、ホンジュラスには、エルティグレ島が与えられた。 ありがとうございます。